かね。レコー。バラバラの。OK。はい。マッププールやピックバンあるよ。ピックバンあるからめちゃくちゃ戦術的でおもろい。このパンディアっていうチーム鬼強らしいよ。皆さん。これエコートレーサーじゃない？エコトレじゃない？パンディア。キャスディじゃない？これしかも。タストレー。おお。だいぶ VS ラッシュだ。これパンディアがラッシュ構成で、だいぶなのがハヤブサ。そしてドクスもボール。ハヤブサはブリギってゼニャった。もうボールアン、もうこれもうザボールアンチチームだね。あーこれきついんじゃない？いやどうだろう。さあお互いスパムの。いやでもエリア取ってんのはパンディア。ってますけどエリア。だから先に取れるんだよね。有利な状況ですかね。逆に言うとエリア取ったら強いのが絶対おハヤブサなんだよね。まずはビレア。いやでもボコボコです。うまいなラッシュが、はい、ここは結果。いやまだアレクサンダー耐えてるか。さあハヤブサは受けが強い構成でしたから。いやこれボールつらいんじゃない。ハックされた。死ぬ死ぬ死なない。死なない。ルシモイだからな。キャスディ死んでるし火力がないんだよね。ハヤブサ側は囲んでる状況を作れればパンディアが有利になる。でこれ同じボールだけど全然役目が違うね。ハヤブサのベラブー選手は結構もう敵を邪魔するだけでいいんだよね。逆に言うとパンディア側はもう突っ込まなきゃいけないんだよね。じゃなきゃもうキャッディがどん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 火力出しちゃうけど、まあ、突っ込んで。ここに対して詰めていく。あーでもちゃんと倒しましたね。これはいい。ちょっと遅いんだよね、このベラブー選手が。キャスティを先落とし。対応するというか邪魔するのが。この集団戦は、ね、その前に邪魔をしてキャスティがワンピック取るみたいな。パンディア赤チームがオールインしなきゃいけないの。オールインチームでハヤブサゲーミングは結構なんだろう、じわじわエリアを取って囲い込むみたいな。パンディアはもうゴー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 突っ込めみたいな。さあここはコピー。でもこの突っ込めはちょっと違うんじゃない？コピーもったいないね。ここに対してはニャミを効かせている。こんなん時間経てばこのコピー中は前出ない形になってますかね。おぶぬ、ね、毎、まあ、回ヒールもろて。さあ早ぶさゲーム。いやうまい。ほらもうタイミングを。いやいつ対応できるか。まだ、いや無理だよね。ラリーですか。その早いテンポが早いから対応できてない。しましたね。さあ人数差がでもタイミングで一負け重ねてのコアレッセンスでドクソを守り切ってみせました。結構ここはですね、やっぱでもずっと後ろ足だと一生ただラッシュされて終わるから結構仕掛けなきゃいけないんだよね。ハヤブサ側も計算火力高そうに見えるんですけれども、うん、隠れられてしまうとダメージが出せないですよね。ハヤブサ先生は行くのか行くのかフォーカスできるのかボールいないで。ここの部分でうまくダメージ取れて行われてるのはパンティアですね。ハヤブサウイルスを投げ込んでから EMP がクリティカルヒットか。やっただ削りきれないか。やっといないんだよね。削りきれないですが、ルシオはこちらお何かの事故があった。キャスディが強い。キャスディトリポもう一人。ああモイラーなんだよね。ここはデイビスが打ち勝った。いやでもこれさすがにこれ超少人数戦ですからさすがにここはベラベ、うん、なんか長引けば長引くほどオールインが効かなかった分ハヤブサが立ち直すんだけど、ルシブリになっておりますよ。これイニシエのダメな構成と言われておりますが、はい、EMP 余計の反応だったかもしれない、はい、あでもうまい。こうやってもうどん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 プレッシャーを与えるセットアップさせない。ベラベ次はパンディア。サウンドありますか。サウンドバリアありますが11使わない、まだ使わない。はい。おお、ドロップ！ドロップさん強い。ドロップさん。あ、好きかもこの人。クワトラ。そしてピレラ。強い。ちょっと待って、リプレイ、リプレイプリーズ。取れるような状況でありますね。コピー次第だね。7%両者並びました。ここからハヤブサゲーミングがリードを進めていくというタイミングですが、きっかけとなるのは自身のコピーでしょう。ここですね。お、はやは吐かせた。これめっちゃいい。ボールコピー。あ、どんな？俺キャスディいるチーム応援したかったからちょっとハヤブサゲーミングをコピーしたボールに対してのアンチャック。そうで、あでもポイントがいやしかし先ほどここってリズさんも完全に生まれてしまってますね。なんかうまくいかない。生み出していますやばい。応援するとか言ってから負け出すんでね。いつもそう。上から 82% これ厳しいよ。地雷あるよ。ちょっとおじいかもこれ。ハヤブサ的にはこのラリーで耐えてビートに繋げたら熱いけど正直パルズボム当てるか当てると思う。ことはできるかどうか。うまいけど正面は塞いだ。これは分断になってしまってますね。いやもうどっちからいけんだよね。オーラテムには突入している。ここからの取り返しはどうだ。ポイントハヤブサゲーミングラリーを重ねてまずはフレグラワンピック。あ、しかし落とした。これはハヤブサ。まだハヤブサゲーミングの方が人数有利。さあ取り切る。いやこのラリーが強い。ラリーが強い。やっぱこのビートも繋がりよ。ちょっと耐えたらパンティア側サポート2落ち。さあそして残り 3%。 うまい。さよなら。そしてウィップで弾き返した。
いや俺キャスディが好きだ。いやこれは意外な展開になりましたね。めっちゃ意外。最後お互いにスパムをしてチャンスを伺ってますが、エリアを取れてるのはパンディアですね。でパンディアはルシゼニなんだね。ちょっと前進がまずいか。いやうまくやっぱブリゼニが安定すんだよね。ルシオ何してんのって話じゃんこの間。何もしてないんだよね。ヒールもできんし、機動力はもちろんルシオのガード、あのボールのガードしてるだけ。時間をかければかけるほどタイム差が少しずつ有利になっていくか。ボールを守るこの勝負のディラビア。おっとヴィリアの射線が届いたか。お前強いな。素晴らしいキャッチ。エイムがいい。おーし前行く。前のパッチだったら死んでる今ルシオ。ここは逆にお互いに溶かしてますね。でも1有利両者まだキル交換。いやでもこのコアが強いんだよね。ブリ、ゼニー、キャスディって、俺が選手時代もこの構成めっちゃあったんだけど、俺これちなみにめっちゃうまかったですこの構成。ここで前段階のパイル一度追い返し、これは仕方ない。これはもうタンクがいないっていう。挟み込み。いやキャスディってでも体もろいんだよね。だからこの3人セットになってようやく硬くなるみたいな。でも結局バーストエコーのさビームとかには勝てないから、それをどうやって食らわないか、その前にどうやってエコーを見つけるか。ダブルミファイル上からこんにちは。うまいね。おおおお。さあそしてコピーによってきましたダブルボールシステムです。ダブルボールシステム。ボールシステム。ああ。おい。これはエコーあるあるなんですけど、タンクうまくないんですよ DPS プレイヤーって。特にテクイボールとか。こういうミスオーバーウォッチリーグでもあった。タンク慣れてないからこそ。こういうちょっと繊細なムーブメントができない。慣れてないのがすごい出てる。さあその中でカウントリード 50% までは届きましたパンディア。おおうまっ。いやこういったキル目立ってますね。ビレアさんうまない。ちょっと彼ブルーからのバーストという、まあ、キャスティのこの魅力というのをキャスティ生かしています。そしてデッドアイはうまい。おーしゾーニングで、おー、あのボールのボーンと合わせてたね。選手高えなこいつ。俺より高いんじゃないもしかして。溶けかけました。はい。さあただ状況的にはまだまだパンディアも返せるような状況ですね。これどこか。うまいけど死ぬかな。いや。EMP からむしろカウンターピック。そうですね、ちょっと、うん、いやちょっと焦ったあれだったね。着地してしまったので、はい、ワンチャンない。助かりませんでしたね。もう7割あんのかパンディア。いやこれ無理じゃね。何もラリー、世界を救うラリーがある。でもパンディア側ウルトゼニー以外あるんだよな。次集団戦中に上がるトレザーに変えたことで火力自体は上がるはずです、ね、うん、火力ってか俺正直ソンブレじゃなくていい気がする、まあ、キャスディーなら。使った後なんというところ、ね、はい、うまい。ここで当たんのキャスディー死んだわ。さあ残り 10% まずはエリアに入らなくてはならないんですが、はぐれたキャスディをちゃんと。ああさよなら。うまい。でも2-2なんだよな。フレグラと2-2なんだよな。3対3の状況でしょうか。あれエリアは取れました。あれエコーだけじゃねこれ。今の戦いニモンさんがサウンドバリア吐くことができませんでしたね。いやこれ耐えたら熱い。耐えれそう。うん、うまいボール。取り切りました。取り切りました。取り切って、これもう結構少人数で。いやすごいな。今のなんで勝ったんだ。これモイラになった。あったんですけど。わあ、でもこれ辛いよ。多分ソルジャー一生狙われてすぐ死ぬと思うこいつ。アルティメット非常に。仕方ない。もうこういう時にエコーとかソンブラとか自立できるやつに。戦い方を土着をするしかないですね。で俺これだったら源氏出すわ。いやエリア取られてしまっている早草。上から。さあ。うまい。コピーから仕掛けに行くか。ほらそれじゃ見て。それじゃ。さよなら。逃げ切れた。あれでも耐えた。いやもう一回いく。ダブルトレーサー。さあこのトレーサーコピーはかなり影響力ありそうですよ。あまん強い。表面削り切った精神。リコールも吐いて。今回はマップから落ちません。おー強コピー。解決してしまった精神。やっぱ DPS はちょっと違うんだよ。慣れてんよ。トリプルキル取っちゃうよ。マップから落ちないよ。オーバータイム、ここでチームキルの鐘が鳴り響きました。なんかさ難しいよね。ポイント取ったじゃんルシモイで。でもルシモイにしたことによってさ、このビレア選手が何もできなくなっちゃうっていう。ソルジャーとかキャスティだと。だからまあポイント取ったはいいけどワースなのかっていうあるある。ブリゼニキャスのコツはもう3人4脚ガチで離れちゃダメ。離れるな危険。逆に固まってちゃんとキャスディがここ行きたいって言ってエリア取って、キャスディとゼニーが球を当てるなら勝てます。でも瞬殺されたら終わりです。ハム強いけど鬼むずい。やっぱ高いレベルでハムやるのはすごい難しいから。ドゥームとかハムってもうマジでテクイじゃん。ウィンストンもそうだけど、ウィンストンよりちょいテクイイメージある。いやソンブラなんだね。さあこれはなんかラグくね。あいつなんかラグくね。あーボール GG 死にます。これは
ベイトがベイトされたね。今ソンブラを引きつけて2対1をしようとしたんだけど、ハヤブサゲーミングはソンブラとボールがいるんだけど、そこが主導力じゃないんだよ。結局はブリゼニキャスディが主なダメージ源であって、そいつらの射線の中で戦わなきゃいけないんだけど、今ポイントの下位って見えないところで戦ってるじゃん。それはパンディアが優先、もう有利というか機動力が強いから、ちょっとまだチャンスが、この開けたところで戦えば戦うほど強いはず。ほら、もう見えないところで戦ってるじゃん。これが弱みなんだよね、逆に。ソンブラに弾当たったのか、それとも仕掛けたタイミングか。青強。いや、これは全身劇場になってしまう。いや、てか見つけちゃったんだよね、多分。これはソンブラ、もうトレーサーに変えた。これで対マン性能上がったから、フレグレ選手元ランク1位のプレイヤーですね。本当ランク1位なの君、やばすぎんだろ。俺でもランク7位だぞ、最高。リーチでは相当強みを生かしてますね。さあ、ここまで、ほら、こうやってキャスディの射線で戦うといいんだけど、もう圧倒的リード。あ、ほら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 、こうやってこうやってこう、ほら耐えて、ほら鬼強。逆転していきましたね。ちゃんとね。逆にこれを何がダメかっていうと、キャスディの射線でパンディアが戦ったから、もうちょい誘い込むような動きをしなきゃいけないんだよね。攻撃に流れが変わる、そんな瞬間ですが、こういう射線が広げてるところは強い。逆に取り返し難しい、キャスディ相手。エリア取ろうとしてるときにワンピックされちゃうけど、なんか逆にビス取るんだよね。ネイビス、これが最近のゼニーの怖み、怖み、恐怖。さらにはお前落ちんだよ。ボールコピーだ。斉藤真香、あんま上手くない。やはり上手くない、ボールが。これじゃあない、DPS プレイヤーなの。上手い、上手いんだけど、なんかいきなりやめてよ。フレグレは、いきなり上手くなるのやめて。ダブルボールシステム、ダブルボールシステムですね。まあ、ボールコピーなんで強いかっていうと、ね、HP タンクコピーするとさ減るじゃん。今オーバーウォッチ1の頃マックス HP でコピーできたんだけど、300とか限界値あるじゃん。でもボールさ、シールド発動するといきなり HP 増えるから、それが強い。ファインフィールド、シートに行くデッドアイ、3つ使った。まあデッドアイはないようなものなので、ないようなもの、エリアを取るよう、ただエリア展開を。いや、この地雷が右にあるから一生右に行けない、キャスディが。あ、でもキャスディがちょっとバラバラになってるから、キャスディは死ぬけど、ラリーというアビリティが本当にぶっ刺さる。これは今本当はキャスディ、このラリーについてた方が良かったんだよね。でも多分 VC 不足というか連携不足だね、そこは。まあ、このパルスボム次第、ウルトめっちゃ使っちゃった。5つ使ってるから、ワンピック取りたい。セットアップの時間か、ちゃんと取れ取れ。ほら、キャスディ、時間経てば経つほどキャスディが有利。おっと、食ったぞ。食った。そしてチーム続いた。いや、もうトレーサーはもうおとりです。時間稼ぎです。エリアを取らせないおとり。ゼニーの金玉をもらって、強強金玉トレーサーになるしかないんだよ。で、死ぬ。もうあと一ウェーブというところまでは来ているかもしれません。ただ、ハヤブサはギリギリ浸透滅却、多分たまらないと思うんですよね、次のパンディアン攻め。相当厳しいですね。相当ちょっと難しいと思うので。間に合うかどうか。サウンドバリアの時間を浸透滅却でいなければ。あ、何してんのー。ちょっと前に過ぎましたね、彼。いや、ただこれは一人用のサウンドバリア。いや、あんま良くない。サウンドバリアはキルには繋がらない。あ、これボール死んだわ。さあ、ただベラベ耐え切りたい状況、耐え切りたい状況。残り1ミリの体力、ギリギリの持ちが耐えています。さあ、ジンが、おお、ボラックした、ボラックした。しかもキルをした直後、最大限の仕事を発揮してくれました。でもワンジャンから交際、2000、あー、死んじゃった、交際持って。続く。さあ、しかし、ドクス、サイレント。どっち戻ってきたパンティアのプレイヤーたちが、一人刈り取っていく。さあ、ブレイクのパントボム、上がっていますが。どうなってる？でもヒーラーいないよ。もう後がない、この状況、パレス。あー、死んだ！どっちバンディアなんだよね。いや、ルシオ帰ってきたからね、最後。ゴール先がエリア外で、まあ味方がちょうどやられてしまったタイミング。いや、普通にさ、思ったより、正直、ハヤブサゲーミングがこんな強いと思わなかった。なんかパンディアボコボコにするのかと思ってたけど、めっちゃ接戦やん。99-99。まだデッドアイは溜まっていません。昔ほど簡単じゃない。EP が上がっているフルが。なんだ落ちるよお前。あ、死んじゃった。これまずいぞ。トラック受けた。これがソンブラの弱み。その背中を追っかけてきました。チームが右にいるので、もビーズの強い。うまい、うまい、ブリゲッテ。ビレアが同等にここか。惜しい。いや、このジンっていう人のゼニーマジで怖いね。ワンピック、ワンピックマシン。さあ、ただ
最終コーナーを曲がり、信玄さんザブスカリアと残り3分30秒もあります。いやちょっと余裕だな、時間的に余裕、これ守りきれたらもう、うまい、惜しい、惜しい、見て、ちゃんと隠れてんだよ、ゼニが。で、このソンブラがやられて、キャリーのキャスディも、ハイヌー打ってパルスボムなんだよね。あ、でも生きた生きた、イエメリー、あー、でもさすがに死ぬよね。ギリギリ耐えてはいたんですけれども、ダメ押しですね。ギリ、あと1マップか。そしてマインフィールドで、もう木でマニュアル通りって感じ、ちゃんと持ってる。ハイヌーンに対してはパルスボムいただきます。パンディア勝ち切ります。いやーパンディア組み立てが良かったですね。組み立てがうまい、多分個人技とかでは負けてないんだよ全然。組み立てフィジカルで無理やりつけるというよりかは、そうプランニングでつけてるみたいな。そうプランニングで差つけてる、構成を理解してるパンディアの方が。注目チーム、いやまあバレルが今まで一強だったのが、いろんな韓国勢とかが入ってきてどうなったのかが気になるよね。パンディアはやめましたね、ボール構成。ここはベラブはそのまま行きましたね、はい、ボールですね。ボールでザー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 ザリア、今回ザリア、ザリア久しぶりに見るな。響いてくるか、打ち切りのザリア。そしてザリア、この源氏にで、これ NA で流行ってるらしい、この構成。ちなみに源氏にまずは使ってた、そうですね、源氏にエネルギー回収させて、はい、NA でランク回してると、ザリア今強いぞ、ザリアと源氏で一生、ただ一人で突っ込んでない、この源氏死んだわ、はい、やっこれは一人だよ、それちょっとダメダメダメ、太陽みたいなプレイしないで、うん、え、生きた、耐えました、逃げることができました、ギリギリ。いや、これ源氏戻ってきちゃうけど、まあ、ちょっと引き、引き殺されちゃうんだよね、キャスディが。ここはでもお互い1-1振り交換になってしまっているので、はい、振り切ってまだカバーですね。それこれあれですよね、ガッポさんの言うファーストの当たり合いまだ終わってないですよね。ファーストの方は、はい、重要なファーストの当たり合いを両者が譲らん譲らんと言わんばかり。これザリアがちゃんと前に出れるようになったら強いんだよね。さあギリギリの限界バトル、何が起きてるんだ、囲ってるんだ、後ろからまた来た、いい風切りが入った。うわー、これ死ぬんじゃねえ、どっちもダブキロ多い、狙い込んでいきました。いやせっかくワンピック取ったのにね。まあなんかザリアがブリーゼに殴れる距離に入ったら負けだね。結構前出ますね、花草は、はやぶさ、花草は、花草は V2 来ないよ、高台を抑えている、はい、まあ、ちなみに俺、花草リサさんのこと、はやぶさリサさんって最初呼んでた。この状況はかなり厳しいですね。漢字読めなさすぎ。お、ここは仕掛けた、新スキボクターのキツネ走り、うまいな。そのままバフをもらったパンディアは、さあ前目にいるゼシンの姿を見つけた。おお、これちょっと上に行ってたら危なかったぐらい人がいましたね。あ、飛び込んだか、これ龍拳バット、すごいところまで行って、おお、削ってきた。やっぱザリアが殴れば殴るほど強いんですわ。この間にちょっと後ろがペイロードが運ばれてる、運ばれてますね。うまいね。これもうチームが負けるって状況判断したときに、自分ができる最大のチーム、あのゲームの行動なんだろう、キル取るも もちろんそうなんだけど、ペイロードをこうやって運ぶとかクソうざいよ。ちょっと美味しくない状況になってます、ね、しかもワンピック取るんですよ、しかもペイロードして。この間ザリアエネルギー低くなるし、集団戦打ち勝つために、ほらビームがちっちゃ、逆に使いました、ビームがちっちゃ、グラブほぼ一周してからのマイキルの展開。ここにはお前見えてなかった、巻き込まれていくパンディア。いや、グラビトンサージ使いましたか、もしかしたらこれ構成変えるのかな、変えない、勝てると判断して使ったんですね、先ほど。なるほど、うわー、ちょっともったいないですね。ちょっと待って、になってしまランクマッチみたいな構成してね、ハヤブサゲーミング。モイラゼニ、もうすでにサージのタイミングでは2人落ちていたっていうタイミングでしたが、はい、まあ、我々の視点では見えていませんでしたが、現実に全てかかってる、ほどクリティカル、ね、あ、ジンなんだよね、ジン、さっきからマジで強くね、仕掛けた側が溶かされましたね、今のは。いやでもこれなんだよ、ザリアが来たら最強なんですよ。ここはうまくザリアがゴリゴリに、いや、これボールがちょっと見逃しちゃってるというか、ボールが当たんなきゃいけないんだよね。こんなザリアフリーで前出ちゃダメ。縦かなり高いと思うんですね。まあ今のサウンドバリアもあったので、サウンドバリアを使った強引な攻めというのがうまく決まりましたね。まあルシオの強みだよね、こういう気づいたらもうザリアが、だってゼロエネルギーでこんな強いんだよこいつ。攻撃力上がってる。さあ、いや、ただ現実を見ている、できることがランク、おー、グラビトンサージ、うまい、決めていきましたね。いや、かっこいいな今の、カメラワークも完璧だった。完璧に決まりましたね。まあクリティカルに刺さればいいんですが、いや、ただちょっと立ち位置的に痛いと、うまい、ゲンジが飛んできた、うまい、パワフルゲンジ、オーマイガー、いやー、オーマ
この源氏にバブルを作る彼の源氏強いよ。彼土影だよ、ドトンだよこれ。あ、これドトンです。ドドン。一人泳がせ、ファイヤーボール。ほら、まただ。しっかりと回収、そして龍拳そのまま。あ、行ってますね。勢いそのまま行っていく。ルシオを見つけた。いや、ドトンの技何も出てこない。切り刻んでいくアゼシ。当てる。全身も止めない。いやー、これはもう。でもモイラに吸われんだよな。完全にパンディアの狙い通り、フォーカスファーストソルジャーというのをずっと決めているので、それがもう通り続けてますね。ちょっとドトンの技教えてください。盛り上がりがもう今完了し続けてます。ドリュウヘキ、まさきほどー、最高取るじゃん、一層取られてる。ビデオビエン、まあもうブリザードワールドから徹底していた戦術ではありました。徹底してますね、彼を潰せば勝てるっていう。ダメージへのワンピック、まあ、サモアがマジでこのビデア選手でキャリーされてたから、こいつぶち殺せば勝てんじゃねみたいな。体なので結構もうリズ前なんだよね。ただ一気に距離詰められるとちょっと待って、ハルト出てきたんだけど。ハルト、ヤケクソバイザー今使ってますね。ヤケクソバイザー言うな、俺の目から。いや、たまにさ、ゾーン入ってるとバイザーよりさ、通常時の方が強かったりするんだよね。ヘッショ、判定ないからバイザー。後ろからこれビックリドンキーサージです。これ遠距離、もしかして。これはちょっと、後ろですよね、これ。これはバレてない、バレてない。後ろから牛尾と共にうまーい、挟み込まれてしまった。回転してる、回転してる。ラインハルトのバリアをくるくる回しながら。いやでも強い、ラインハルトくるくるされてめっちゃ強い。いや耐えられないか。耐えられませんかね。ちょっと待って、龍拳の回転率おかしいだろ。おかしいですね。いや、トレーサー、最後に残ったフレームも龍拳上がりました。さあビレア、これはキャスニーに変えてきましたが、戦士高この人やばい。今の見た、このビロビロって。131、おーっと、力で解決。銃よりも強いハンマーです、やっぱ。さあそしてチャージで攻める。たかがオナゴにはハンマー。しかも見てください、はい、このラインハルトデフォルトスキンですよあんま使わないのかな。素晴らしい、ここに来て。あ、ただ、さあ来た、公園争い。おーっ、うますぎる。彼やってくれ、彼うますぎる。ラインハルト、このラインハルト男すぎる。完全に向かい風となっているタンクなんですけど、こっから逆転あんのか。感じさせない。一応ザリアのアンチとは言われているが、ハルト、ラインハルト今最弱とも言われてるよ。ハルト、これはパルス刺さりそうですね。これ階段登るところでパルスつけられるような。さあ残り時間が少なくなってきた。あ、やった。なんか C9 しそうな勢いじゃないこれ。キツネ走りネイビス。ただここは引いた距離でのアンプリフィケーションマジックと壊れる。 C9 10秒10秒のペロどこだ。ただ人数差が生まれてしまった。 C9 だよこれ。ハイブサゲーミングどうするか。 C9 だよ、6秒。ファンディアどう押し潰すか。後ろからパルス投げ込んで、正面ではそれ C、 シャッターを外してしまったか。これは C です。誰もペイロードの近くにいないの。取り切り流れとなりました。最後のモーク誰もペイロードの近くにいねえぞ、はい、いや GG 面白かった。少ないし初めて見るんだけどレベル高い。去年に比べては全然今のが高い。やっぱ韓国の強い選手を輸入して全体がレベル上がってる気がする。